こんにちは、速稼塾の久保です。毎日ね、特別定額給付金早く出してくださいっていうね、メールを送りましょう、電話をかけましょう、事務所に訪問しましょうっていうね、まあまるで煽りのようなね、動画をどんどん投稿している私でございますけども、まあこの度ね、10万円の年内支給が決まったよというお声もいただきました。まあ確たる立場の方が、嘘を言ってないという形でね、コメントをいただいたわけなんですけども、まあでもね、実際にこの手に10万円を手にするまでは、まあ、いわゆるね、浮っついた気持ちじゃなくて、やっぱり自分自身のやることは自分自身でやりましょうってことは、私はこれからもね、語りかけていきたいと思います。まあ、どんなことでもですね、この手につかむまでは、まだ未確定と思うぐらいがちょうどいいですから、例えば、来週に入金の当てがあるって言っても、それは来週にならないとわからないことだということでね、まあ、どんな天気予報も外れることがあるということもありますし、今回コメントいただいた方のね、言葉をないがしろにするわけではないんですけども、同時にですね、私は放送する立場として、皆さん決まったからおめでとうっていうふうな手放しもなかなかできないということなんでね、ちょっとその辺ご理解いただいて、今回はねコメントを読まさせていただこうかと思います。あ、その前にちょっと申し上げますけども、現実支給が5万円でも10万円でもね、私たちの口座に入った時は必ずですよ、必ずお礼のメール、お礼の電話、お礼の事務所訪問、これ絶対やってくださいね。前回の定額給付金の支給があった時に誰かお礼を言った方いますかね。わあ、嬉しい、助かったぐらいのもんじゃないですかね。人によってはですね、足りないよ、こんなんじゃ、みたいなね、毒づく方もいるんですよ。まあ、こういうことではもう支給はないと思いますから、必ずお礼を、やっぱりね、届けていきたいと思いますし、私もね、お礼の動画をあげますんで、皆さんも忘れないようにしてください。何かしてもらったらきちんとお礼を言うと。そしてね、もしね、もし気持ちがあればですよ、この形の、持続化給付金の形のね、まあ、形というか結果にですね、寄与してくださったと思う方がいれば、何らかの形で恩返しをすればいいと思うんですよ。それが、一票を投じることなのかもしれませんし、まあ、なんと言いますかね、近くの人に親切にすることでもあると思いますし、そのいただいた給付金を大切な人のために使うことでもあると思います。いろんな表現があると思いますけども、私が申し上げたいのは、お礼を忘れないってことなんですよ。これは別に私が言わなくても当然皆さんやってくださると思いますけども、まあ中にはですね、もらったらもらいっぱなしで、そのまんま放置しちゃう方もいると思うんですよ。やっぱりね、いろんな方が関わって一つの法案が通り、この予備費ってものが国民に執行されると思うんですよね。だからそこに対してね、ふてくされてみたりとかね、こんなんじゃ足りないとかで毒づいたりとか、もっとくれみたいな、そんな追い剥ぎみたいなことではなくって、やっぱりまずはね、ありがとうっていう気持ちを伝えてもらいたいなと思うのが私のお願いでございます。とまあね、10万円の年内支給が、あるよということは非常に励まされるじゃないですか。でもやっぱりね、それとは別に自分の暮らしを自分でやっぱ責任を持っていくって気持ちもなくさないでいただきたいですし、この情報をくださった方にね、何らかの、まあお礼ならまだしもね、なんかこう、苦言とかね、なんかこう、毒づいてみたりとか、文句を言ったり反論してみたりって、そういうのはやめてくださいね。もうすべての方が善意で動いてると思ってやっていただければ、もう私の思いでございますよ、それが。誰かが誰かに対して意地悪をしてるとかね、なんか足を引っ張るためにわざわざね、ずるいことしてるみたいな、そういうふうな性悪説ではなくて、まずは性善説で考えていきましょう。で、綺麗事っていうのはよくね、人にバカにされるんですけども、綺麗事が好きな人の周りには綺麗なものが集まると私は思うんですよ。何でもかんでもね、裏読みしたりとかね、なんか陰謀論をね、渦巻いてみたりとか、誰が悪い、こいつが悪いっていう人の周りには、やっぱりね、誰かを悪い人にしようっていう人が集まるんではないかなと思いますから、まあ、行動なり、言葉なりっていうのは、誰かを励ますものであったり、慰めるものであったりね、勇気づけるものであってほしいなと思います。少なくとも、この言葉によって誰かを攻撃するってことは、極力減らしてほしいなと思うんですけどもね。まあ私もたまにね、ちょっと言葉が過ぎる時がありますけども、改めて私もね、発信ってものを、もっともっと言霊のあるものにしていきたいなと思っております。それでは画面切り替えますので、皆さんからのコメント読ませさせていただきますね。はい、切り替えました。でまずですね、年内に10万円入るんですね。来月にでも会議で可決しますね。決定最低なのだからということですね。まあ、諸説紛々というところもありますんで、私が保証はできませんけども、ただね、やっぱりこの情報を要請くださった方のことは私は全面的に信頼したいと思います。信頼した上でね、そうならない未来もないでもないよってこと、心はここに留めておいていただきたいかなと思います。次。年内に、クリスタルソーダさん、いつもありがとうございます。年内に10万円支給が決まっていたにもかかわらず、未だに支給されないどころか、
反対意見を挙げる麻生、そうですね、麻生総理はね、反対ばっかり言ってるわけじゃなくて、必要とあれば出すよってことも同時に言ってますんでね、もう必要だよってことを私たちがもっともっと声を上げる必要があると思いますけどもね。で、次。あー、広告馬さんいつもありがとうございます。今回コメントはね、すいません、割愛っていうかちょっと読みましょうか。嘘はついていませんと言ってくださってますね。はい、ありがとうございます。嘘をついてないこと私もよくわかります。その辺も尊重しながらね、本当にここ、苦しんでる人を騙すような暇があったら、もっとこの世の中の苦しんでる人たちを苦しみから救うことに全力を尽くします。本当その通りだと思います。ありがとうございます。もう広告馬さんにね、ひれ伏してお詫びじゃない、お礼を申し上げたいぐらいです。お詫びなのかお礼なのかよくわかりませんけども、ありがとうございます。はい、次、偽物太郎。はじめまして。改めて聞いてくださるなら、その、給付金に縛りがあるかないかを聞いてもらえるとありがたいです。全員支給なんで、縛りは何もありません。大丈夫ですよ。ここ書いてますよね。縛りというのは何の縛りでしょうか？ありません。日本国民であるならって縛りですかね。はい、次、太子さん。国民の声上げないと相手に伝わらないし、本当に支給金はありがたいです。本当に早くいただけたら治療代にもなるし、日本は薄く陰では言うけど、直接には言わない、いただけたらよかったって喜ぶ。ならみんなで言いましょう。前回の給付金の時も官邸にメール送りました。伝えないと伝わらないから、本当にいつも動画ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。では僕は毎日首相官邸にネットで特別給付金を訴えています。素晴らしいじゃないですか。その声がね、積もり積もって実現に向かうと思いますよ。次、三原さん。はじめまして。私も年内の給付金が支給されることを 0% ではないと信じたいです。私も何回か官邸にメールをしました。声を上げてほしいです。一緒に声を上げていきましょうね。福井さん。前回の支給の際、麻生と財務省は反対したが、結局は支給されたので、悲観的ではないかもしれない。そうなんですよ。反対論者はどんな時も出てくるんですけども、だからといってね、全部が否決されるわけでもないんですよ。反対論はあるけども、結局実行されるってことも前回の例でありますんでね。悲観するもんでもないですよね。次、ジンさん。自分スルー扱いにしながら頭の隅に置いています。国が確定したら驚きます。一緒に驚きたいですね。はい、次、MM さん。麻生氏が反対する理由が知りたい。わざと悪者になってる感じに思う。はい。麻生さんなんで反対するんでしょうね。なんかやっぱりこう、一応スタイルで、反対しておいて、ちょっとびっくりさせておいて国民の本気度測ってるんでしょうかね。次、カトレアさん。毎日メールしてると叶うんだ。まあ、叶う方向には向かうと思います。メールをしなければ、支給されないままです。近日中に官邸メールします。皆さんですね。今後の日本を支えてくださる方々の自殺が増えているそうです。少しでもそれを減らしたい。そうなんですよ。若い方のね、自殺が増えてるんですよ。これはね、本当に重大なことですんで、私たちが守っていかなければなりませんよね。私たちがどう守るかというと、やっぱり官邸にメールをすることだと思いますけどもね。次、玉城ハウスさん。いつ頃確定するのですか？もう生活できません。新型コロナウイルス影響で仕事決まりません。私たちの命、犠牲になるんですか？玉城さんね、今までも、もうすでにお亡くなりになった方がおられます。うん。で、だから、ここで食い止めないといけないですよね。玉城さんもね、ぜひ力貸してくださいよ。みんなで動けば、これね、なんとかなると思います。待ってるだけじゃダメですよ。もう生活できません。うん、確かにそうなんですよ。で、もう生活することをやめた方も今までにね、もう何人といらっしゃるんですよ。自殺の方も増えましたしね。うん。で、まだ生き残ってるものが、食い止めないといけないと思います。ぜひここにね、コメントが書ける余力がありましたら、メールを官邸の方に送りましょう。よろしくお願いします。チーチーさん、コロナウイルスが流行ってから一般家庭にあっては、必要経費が多くなっていると思います。今回のお話ありがたいです。ありがたいですよね。家の換気、毎日の入浴、掃除、消毒、エアコンに、要する費用、正しく恐れることは費用もいります。コロナ収束に向かって国民が力を合わせ乗り越えたいです。ほっとする情報ありがとうございます。はい。あとはね、この情報をさらに私たちが確定を強めていかなくてはなりませんので、ここでね、気を緩めるんではなくて、もっともっと官邸にね、メールを送ったりとかね、麻生太郎事務所に訪問したりとか、いろいろね、できることをやっていきましょう。はい、次ですね。いつも楽しく拝見させて、おります。給付金出ることを願っております。給付金とは違う内容ですが、大変興味深い内容でしたので、シェアさせていただきましたということで、官報をね、コピーしてくださいました。ちょっと行ってみましょうか。官報ね、ちっちゃい文字なんで、また私がね、これまとめて皆さんにお届けしますね。貴重な資料ありがとうございます。厚生労働省の172号を読めということですかね、政令の方で。はい。次です。おはようございます。先日は丁寧なお返事ありがとうございました。私は、フクロウカフェさんですね。ありがとうございます。こちらこそ。頑張ってくださいということなんで、頑張らさせていただきます。まあ、動物たちの命を守ってくださる、
方、今回の感染症で動物たちも非常にね、命の危険にさらされてます。動物たちは私たちにとっておまけではありません。共存共栄する仲間ですから、家族ですからね、こういうふうな方が守ってくださること、本当に感謝したいと思います。久保さんどうか YouTube でよろしくお願いします。私ができることは YouTube で呼びかけることなんでね、言わして、これからもやらせていただきます。はい、松浦さん、いいこと言いますね。本当ですか？ありがとうございます。感謝いたします。ちょっとコメントがね、間に合ってないんですけども、すいません。ありがとうございます。次、節子さん。本当に10万円いただいたら嬉しいです。いろいろとキャンペーンやってますけども、いける方は羨ましいです。給付金お願いします。これね、誤解があるんで申し上げておきますけども、なんとかキャンペーン、GoTo トラベルとかあるじゃないですか。それはね、旅行で楽しんでくださいっていうふうに、お金持ちの方に呼びかけてる部分もありますけども、根本的な問題は、旅行とか飲食業が全然ね、お客さん来なくて困ってるんで、余裕がある人にまず動いてもらってね。で、お金を落としてもらおうっていうのが趣旨ですから、これ中小企業、零細企業とか飲食店とか宿泊業を守るためのキャンペーンなんですよ。で、旅行してる方は確かにね、まあ羨ましいっていう面もありますけども、面もありますけど、どちらかというと事業者が救われてると。そういうふうなね、余裕がある方が動くことによって、本当にね、商売上がったりな方が、ここでね、もう救われるんですよ。本当にね、そこの辺もちょっとご理解いただいて、キャンペーン反対の気持ちもあるかもしれませんけども、これキャンペーンがあるからこそね、V 字回復が今ね、着々と行われているところも、ちょっとお気に留めていただければ幸いでございます。はい、次ですね、偽物太郎さん。やはり力がある権力者に訴えるのが良いと思うんで、私は公明党山口代表に訴えたいと思います。それもね、すごくいい方法だと思いますよ。で、最後ですね、敏夫さん。期待するならば、スポットの給付金ではなくて、恒久的なベーシックインカムを導入するよう、国民的な働きを起こしましょうということで、ベーシックインカムにつきましてはね、また別の動画撮らさせていただきます。皆さんね、たくさんの動画本当にアップロードして、まだ時間がそんなに過ぎてないのにありがとうございます。これからもね、しっかりと放送させていきますんで、よろしくお願いします。皆さんでね、10万円年内支給勝ち取っていきましょう。ありがとうございました。菅さん、追加経済対策についてどうお考えでしょうか。まずですね、政府としては雇用はしっかり守っていく、それと同時に事業が継続できるような、そうしたことに全力で今取り組んでいます。そのために給付金あるいは融資、これ無担保無利子の融資とかで、ここはしっかりつないでいきたいと思います。ただこれで収まらなければ、そこは徹底して、次の手というのは打っていきます。そして雇用とその事業が継続できるように、そこはまず政府として責任を持って行っていきたい、こう思います。それは給付金の追加ということもあり得ると。もちろん必要であれば、ここは政府としてはこのような状況ですから、しっかり対応していきたい、こう思っています。